こんにちは、みじゅです。今回の動画では、スペシャルなお知らせをしたいと思います。この度、私なんとですね、ヒョンデコナの特別事業者をプロデュースさせていただくことになりました。すごい、もう本当にお話しいただいた時は本当にもうえってすごいびっくりしてしまったんですけど、まあ今現在特別使用者のパッケージを考えている段階になります。で、今のところ2つ案を作っていて、まあ1つは結構個性派なものにしたくて、でもう1つは結構大人なラグジュアリーといいますか、まあ大人でエレガントかっこいい感じのパッケージにしたいなと考えています。その2種類で検討してるんですけど、まあ皆さんね、こういうところをこういうものつけてほしいとか、こういうところをこんな風にしてほしいとかあれば、ぜひコメント欄で教えていただけたら、この特別使用者を作っていく上ですごく参考になるので、コメントいただけたら嬉しいです。ということで、今回は、まあ、まず皆さんにヒョンデコナとはどういう車なのかというところを知っていただきたいので、こちらの動画ではヒョンデコナの内外装紹介をお届けしたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで突然のご報告だったんですが、現在ヒョンデコナのミジュバージョンをね、計画中です。それにあたってまず最初にコナという車はどんな車なのかというのを皆さんにご紹介したいと思います。その上でつけてほしい装備などありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。このヒョンデコナは先代モデルもあったんですけれども、それに比べて少しねサイズ感が大きくなっています。全幅は1825、全長4355、ホイールベース2660、全高は1590となっています。こちら EV なんですけれども、充電器がフロント部分についています。面白い形状で開け閉めすることができて、急速充電、普通充電、2口ついています。これね、使ってみたんですけど、まあ、前向き駐車に突っ込んであげれば、コードがね、短いとか長いとかそういったこともなく、使い勝手が良かったです。そしてデザインもすごく洗練されていて、アイオニック5をね、思い出させるような、ちょっとピクセルアートみたいな、そういったものも使われています。で、個人的に好みなのが、この横顔です。すごくね、プレスラインが綺麗に入ってるんですよ。で、ボディ全体が、ただの面じゃなくて、すごくね、抑揚のついたデザインになっていて、すごくかっこいいと思います。出るところは出て、で、くびれてるところはくびれてるみたいな感じになります。で、装着されているタイヤはこちらですね、クムホのタイヤになります。1週間ぐらい走って、全部で走行距離は600キロぐらいなんですが、すごく不安感なく走れるし、意外と音も静かで満足度が高いものになっていました。特徴的だなぁと思うのがリアフェンダーなんですけれども、一回内側にへこむというか、くびれてからぐわっと外側にボリュームが出ている感じなので、すごいね、この全幅1825というサイズよりもかなりね大きく感じることができます。クラス感以上のボリューム、サイズ感、大きさをね感じることができます。で、リアフォルムはこちらになります。このテールライトが特徴的になります。後ろから見た時も結構ね、スマートな感じで洗練された印象があります。で、積載量なんですけれども、もう私めちゃくちゃたくさん積んでみました。スーツケース、靴2足で、機材バッグ、あとちょっと大きめの紙袋を2つ積んでみました。その上にね、コートも重ねちゃって。でも、こんなにね、大容量で入るんですよ。で、トノカバーを外してあげれば、さらにもう少しね、詰めるかと思います。で、トノカバーはこんな感じで、吊り下げ式になっています。そして、テールゲートはオートなので、まあ、力が弱い方でも締めやすいかと思います。ワンタッチは楽ですよね。で、後方のこちらの部分にもピクセルアートのようなものが作られていて、で、後方にはね、コナのエンブレムがついています。それでは内装を見ていきたいと思います。内装は本当にお気に入りポイント、そして使い勝手のいい機能がたくさんあるので、一つ一つ紹介していきたいと思います。それではまず最初にステアリングですね。ステアリングは丸型で、
で、ステアリングヒーターも装備されています。ステアリングヒーターはこちらのスイッチで2段階で調整できるようになっています。ステアリングのスイッチは右手側に例えば音声コマンドだったりモード選択、音量調整、音楽のスキップだったりそういったボタンがついています。で、左手に運転支援のスイッチ類がついています。で、この機能がとっても優秀で、例えば、まあ、条件下にもよるんですけど、ウインカーを出したらそのまま車線変更を自動で行ってくれる機能だったり、運転支援を使った状態で高速道路上で例えば停止してしまった、渋滞で詰まって停止してしまったっていう時に運転支援を再開するのが、このボタンをね、プラスボタンに1回押してあげるのと、アクセルペダルをポンって押してあげるとまた再びね、設定した速度まで戻ってくれる、そんな機能がついていたりします。機能が結構滑らかだし、車線変更もスムーズだし、そこがねすごく良かったです。そして面白いのがシフトレバーになります。シフトレバーはこのステアリングの奥、右手奥の部分にあります。ブレーキを踏んで奥に倒してあげるとドライブ、手前に引いてあげるとリバースに入ります。で、その際こんな感じで今現在どのような場所に駐車してるのかとか、あと後方のね様子がしっかり見えるのでとても便利です。そしてこのまま下がろうとした時に、例えば後方に人とか車がいた場合はピピピピっていう音とともにこのねスターリングがね振動してくれるんですよ、ブーブーって。それによって注意喚起してくれるのがすごく分かりやすかったので、これ気に入っています。 IONIQ 5でもこの機能ついていたんですけど、私はねこれすごく便利だなと思っています。そしてこの車を囲うようなマークを押してあげると、こんな感じでもう外からねどんな様子かっていうのが見れるかのような、なんか上にカメラついてるんですかっていうぐらいね鮮明な映像が出てきます。これもね使い勝手とっても良かったです。で、今リバースに入ってるので、こちらの端っこの部分を押してあげるとパーキングに入ります。で、パーキングを押してあげるとパーキングブレーキが自動で作動してくるので、これもすごく便利です。続いてメーターを見ていきたいと思います。このねメーターがすごい分かりやすいんですよ。で、どういった時に分かりやすいかっていうと、このウインカーを倒した時にね、こんな感じで、まあ、これ今右ウインカー出してるんですけど、右後方が出るようになってます。なので巻き込み確認などがすごくしやすいです。こんな感じでね表記されます。そして、まあ、例えば今時速何キロで走ってるかっていうのも見やすいし、航続可能距離、あのバッテリーの残量ですね、あの今どのくらい走れるのかっていうのが出てきたり、こういったものがパッと見やすくて使い勝手がいいなと思っています。で、こちらの車両はワンペダル走行が可能です。今このレベル3って出てるんですけど、これは回生ブレーキの強さになります。で、この回生ブレーキの強さを最大級にマックスにすると、こんな感じでアイペダルと表記されます。マックスって書いてありますね。これによってワンペダル走行が可能です。パドルシフトを一番押し切ってあげると、こんな感じでマックスになります。4段階で調整できます。続いてディスプレイを見ていきたいと思います。これがねまたすごい鮮明なね映像でめちゃくちゃ分かりやすいんですけど、これフロントカメラの映像を投影しているだけじゃなくて、これナビ機能がついてるんですよ。こちらの参考動画見ていただきたいんですけど、これ AR ナビといって、このナビの情報がここに矢印が出たりとか、これ撮影した映像の中に瞬時にねナビをしてくれるのですごく分かりやすいです。立体的に見ることができるので。ただまあこの AR ナビちょっとあんま好きじゃないなっていう方はこちらを押していただければ、まあ今勝手に裾野市にねピン打ってみたんですけど、まあこんな感じであの普通のナビも出てくるので、この解像度のねこんな感じで解像度もあのマックスにしてしまったんですけど、まあ、こんな感じで変えられます。そしてこの AR ナビで面白いなと思ったところがあって、このナビ上に速度表記が出てくるんですね。これ画期的だなと思いました。で、この速度表記の下に例えば40キロ制限だったら40キロ制限っていうマークが出てきます。で、なおかつこれ
LH システムとかオービスに反応してアナウンスというかあのメーターの中に表記をね出してくれるんですよ。それがなんかカメラのマークでできて、で LH システムの近づいてくるとその制限速度よりも高い場合この走っているこの時速速度を黄色表記で表してくれて、まあこれ速度を超過してますよっていうのをね案内してくれる、そういった機能がついていました。それがね画期的で素晴らしいなと思いました。でこの機能がとても面白いところがたくさんあって、例えば EV を押していただくとバッテリーコンディショニングモードというものがあります。でこれがバッテリーが一番充電しやすい温度に、まあ、バッテリーをね調整してくれるようになっています。なのでこの機能をオンにすると、まあこれから充電スポットに向かうっていう時に、まあ、ちょうど充電スポットに着いた時に充電しやすい適温の状態になるように調整してくれる機能になります。ちなみにこのディスプレイナビのナビで例えば充電スポットを探して充電しに行くっていう時には勝手にこの機能がオンになるそうです。これが結構画期的だなと思いました。冬場寒い時期だったりバッテリーが低温になってしまってる時は急速充電入れてもなかなかね思うように入ってこない時もあると思うので、まあ、バッテリーが一番コンディションいい温度にしてあげるっていうのはやっぱりね EV を毎日乗る上でありがたい機能だなと思います。でこんな感じで電気の消費量今どのくらいの割合でどれにバッテリーを使ってるのかっていうのがね分かるようになっています。なのでちょっとバッテリーが減ってきたなんて時にはあちょっと今空調使いすぎてるなとか電子機器充電しすぎてるなとかそういったところもこれで見ることができるのでいいんじゃないかなと、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。あと他に面白い機能としてマイカー位置共有というものがあります。まあ、これによって今どこどこに止めたよとかそういったものを送ることができるのが、例えば待ち合わせする時とかちょっと広い商業施設の駐車場で待ち合わせするなんて時にも便利じゃないかなと思います。あとは長期間車をどこかに止めて離れる時とかそういった時にも自分の携帯にメモがてら送るのもいいんじゃないかなと思いました。こういった機能なかなかついてる車珍しいのですごく面白かったです。あとは音声メモとかね、こんな感じでなんか思いついたこととかあれば音声メモ喋って録音することができます。これもやっぱり車を運転してる時にちょっとスマホにメモするなんてこともできないかと思うのでこれすごい便利だなと思いました。私も車を運転してる時に限ってあ次この企画やりたいかもとかあなんとかさんにメールしなきゃとかそういったものを思い出したりするのでそれをこの音声メモでとりあえず喋っておくっていうのはねすごく便利そうだなと思いました。そしてこのコナにはもともとねいろんなサウンドが入っています。例えば春の訪れ、こんな感じで自然の音が流れてきたりとか雨の音、なんかピアノとともに癒されそうな音楽が出てくるんですけど、まあ、こういったドライブシーンに合わせてちょっとゆったりとドライブするときに良さそうな音源がたくさん入っています。これもすごくいいですよね。でこの流れる音も搭載されているのが Bose のスピーカーなのですごく音質がいいんですよね。これもおすすめです。ということでナビが気に入りすぎてナビの話をたくさんしてしまったんですが次に行きたいと思います。続いてはこの辺のスイッチ類ですね。ここを押していただくと例えばマップに戻ったり、ホームいろいろと選ぶことができます。こんな感じで、はい、とかメディアを押していただくとこの音楽の画面ですね、そういったところに飛びます。でエアコン操作スイッチは全て物理スイッチになっているので運転中もね操作がしやすかったです。でその下部には両方ともタイプ C で今挿してしまっているんですけどタイプ C の充電口が2口、こちらが 12V180W のシガーソケットがついています。でちなみにねこのタイプ C 左側はなんか矢印がね出てるかなって思うんですけどこれを押していただくと、まあ、充電なのかこれ接続 Apple CarPlay とかこっちにするのかっていうのをね選択することができます。面白いですよね。でこのシガーソケットは私今回結構ね紹介してるんですけど、コムテックさんの
レーダー、レーザー探知機を装着していました。まあこれを指すことによって N システムがある場所とか LH システム、あとは今速度制限が何キロなのかとかそういったことをアナウンスしてくれます。続いては、こちらのボタン類を紹介したいと思います。左右両席ともにシートヒーターとベンチレーションついています。でオートブレーキホールド、オートビークルホールドもこちらにあるんですけど、一度押してしまえばエンジンを止めようが、このオートビークルホールドの設定はもう常に設定されたことになっています。なので毎回乗るたびに押す必要があるってことはないので、それが便利だなと思っています。でこちらはドライブモード選択で、これ回してあげるとモード選択が変わります。設定はエコ、ノーマル、スポーツ、スノーになっています。続いてはこのセンターコンソールを紹介したいと思います。今ね、タンブラーを一つ入れてるんですけど、まあ、こんな感じですね。こんな感じのホルダーになっていて、これなんと収納できるんです。なので、このカップホルダーを外してしまえば、こんな感じで広い空間になります。で、このセパレートの部分もこんな感じで外せるようになるので、長物もね、置けるようになっています。で、ドリンクを置きたいときはこちらプッシュしていただくと、こんな感じで出てきます。はい、2箇所ドリンクホルダーがあります。でセンターコンソールがこちらです。で開けていただくとトレイがあって、そのまたトレイを開けるとこんな感じで深めの収納になります。で面白いのがここね、開いてるんですよ常に。なので、まあ、物をね取りやすいかと思います。でこれ外していただければかなり大きいスペースになります。なんかこういう使い勝手、走り以外の部分での工夫がヒョンデの車すごくたくさんあるなぁと思っています。アイオニック5に乗った時にもすごくね、この車で過ごす空間が充実しそうだなっていう機能がたくさんあったんですね。なのでそういったところがヒョンデ車のね魅力じゃないかなと思います。続いてはこちらのライザーなんですが、こんな感じでとっても大きい鏡がついています。ライトないのかなと思いきや、こちらにスイッチを押すとライトがつくようになっています。で、ここのね、スイッチが出っ張ってるので、こんな感じで閉じてあげると勝手に電気が消えるようになっています。続いて、こちらね、サンルーフがついてるので開けてみたいと思います。ボタン一つでこんな感じで開くようになっています。まあ今日みたいなね、天気のいい日は、やっぱり、サンルーフ開けたいですよね。はい、こんな感じでね、スムーズな動きになります。で、ライト類は、こんな感じで、スイッチで両方つけることもできるし、はい、片方ずつプッシュしてつけることもできます。続いては私が計画中の特別仕様車についてご紹介したいと思います。こちらはね、普通の試乗車なんですけれども、私今回外装カラーと内装カラーも私がチョイスすることになっています。なので皆さんどの色がね、響いたのかぜひ教えてほしいです。この内装色はベージュカラーになります。特徴としてはこのファブリック素材とそしてステアリングまでね、このベージュカラーになっているというところが特徴的かなと思います。結構ホワイトに近いカラーになっていて、温かみもあるし、高級感も出ているかなと思います。個人的にこれかなり好きです。続いて、私がね、このカラーいいんじゃないかなって思っているのが、デニムブルーマットという、こちらマットカラーになります。デニムと歌っているので、結構ね、濃いめのブルー、まあ、ネイビーって言っていいんですかね、デニムカラーになります。で、こちらがマット仕上げになっているので、やっぱり質感がね、他のと違うんですよね。すごくかっこいいなと思いました。個人的に一番好きな外装色です。そして内装はブラックになっています。まあ、ブラック落ち着いていてかっこいいですよね。まあ、こちらは万人受けするカラーじゃないかなと思っています。皆さんさっきのベージュとこのブラックの内装どっちが好きですかね。続いてがこちら、グレーになります。
こちらは本革シートが使用されていて、まあ、シートの肌触りとかもとってもいいです。結構ね、さっきのベージュよりもホワイト感というか、結構冷たいというか爽やかな印象が強いかなと思います。で、ステアリングはホワイグレーカラーではないです。で、面白い機能がついていて、これは別にカラー問わず全部についているんですけど、このゼログラビティという座席のポジションがあります。こんな感じで膝下が持ち上がってリクライニングするという形になります。これがね、充電中にね、すごく快適なので、皆さんにもぜひ使っていただきたいなと思っています。で、グレーカラーのドアパネル内側、ここがね、結構青みの強いホワイトというか、そんな感じの雰囲気もね感じました。という感じで、まあ外装内装もいろいろ選んでいるんですけど、例えば欧州限定のアクセサリーをミジュのパッケージだけのために輸入してつけたりとか、まあ、そういったね、私の特別使用者じゃないと選べない特典みたいなデカールがついてたりとか、そういったことも計画しているので、ぜひ皆さん、なんかこういうのつけたら嬉しいとか、フラワーマットこういうのだったらいいとか、そういうのあればね、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。と、こんな感じでね、皆さん今後の続報をぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。そして、まあ買っていただいた方には納車式、こんな感じのブースで、というかここで行わせていただきます。ここに私も立ち会って納車式させていただければと思っているので、ぜひそんなね、エンタメというか、そういった特典も楽しみにいただけたら嬉しいなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。